いやあ、せつづけずきでよー。ランカちゃんにとってはね、買い物一つでも、もう一つの戦場と化してるからね。さっき、前回のパートのコンビニを見た感じ。続きからやっていきたいと思います。ここだ。ランク B で出た後の話です。ただいまー。すっかり暗くなっちゃいました。部屋の中も真っ暗です。で、サイクリーで電気のスイッチを逆さなきゃ。これだな。これかな。そうしたら、おお、あー、なんか外が夜ってだけでなんかすごい雰囲気変わったような気がするけど。ランカは両手に抱えていた荷物の床も荷物の床に置くと静かに立ち上がりました。ふう、ちょっと疲れちゃったかな。ステージ6、ただいま。おかえり。ランカ、疲れただろ。ウルフに入ってきなよ。大丈夫。その間に僕が料理をしているから。チャポン。ランカの鼻か、ランカの鼻かを見てやるぞ。部屋に戻ると、今日の疲れが一気に襲いかかってきました。でも、これで今日の用事は全部おしまい。ゆっくりしよーっと。自分一人しかいないお部屋。なんだか少し寂しい気持ちになってきてたけれど、それも少しずつ慣れていくのかな。そうだな。どうしよう。なんかいろいろある。お風呂にする、ご飯にする、ちょっと横になる、トイレに行く。待ってました、皆さん。お風呂の時間ですよ。店長が言ってましたね。お風呂の時間があるって。行きましょう、皆さん。セーブしてから、きっちりセーブしてから行きましょう。じゃあ、お風呂の時間です。それじゃあ、この部屋で初めてのお風呂に入ってみようかな。そうだそうだ。タオルは巻くなよ。この一旦全身を、なんで恥ずかしいの。ランカはおもむろに立ち上がりました。ランカちゃん、別に誰か他にいるわけじゃないよ。ゲームの向こう側の人間は一人とか重ねないよ。だからランカちゃん、一人だよ君は。なんでそんなに恥ずかしがってるのかな。僕たちは視聴者だと、俺と視聴者は目を閉じているから脱いでいいよ。なんだか人のお家でお風呂を見て入るみたいな感じ。なんとなく裸になるのが恥ずかしいな。慣れるよ。次の日には慣れてるよ。だから脱ごうな。まだこの部屋の風景を見慣れないのか、彼女は周囲を見渡します。そしてお風呂場に向かって歩き出そうとしました。そこで不意に時計が目に入ります。お、まだちょっと早いか。あーい、あーい、あーい。今さ、この動画を見ていた童貞の男子全員がドキドキしてたんだぞ。お前もうピーって言ってさ、ドキドキしすぎてさ、もしかしたらランカちゃんばりの死に方をした人もいるかもしれないんだぞ。お前童貞の男の気持ちをもてあそぶな。お前入るなら入れ。お前、彼女はお風呂場には向かずに、そのまま再びその場に座りました。気まぐれ、このランカちゃんの気まぐれ具合は童貞の男には狂気だな。そう、じゃあご飯やな。さっき飯にすればいい。それじゃあご飯食べよう。買ってきたのは、あれ、ちょっと待って、イチジクジャムパン。あれベヤング未購入って買わせてくれんかったやん。あ、これも買えたんやな。あ、ちょっと待って、買えたっけ。おい、ちょっと焼きそばパンはダメみたいな感じで言われたのにさ、その後クリックしてもあれやん、ダメだったもん。どうしようかな。どうしようかなって何。食えや。買ったなら食えや、お前。イチジクパンを食べる。なんだろう、これ。すごく、まずいような。まずかったんじゃ。正直、パサパサで美味しくないパンだったものの、食べ物を粗末にしてはいけないという思いから、ランカは無理に食べ進めます。ですが、強引に食べたせいでしょうか。パンが喉に詰まってしまいました。飲み物を。よかった、買っとった、俺、飲み物。確か。でも、あれ買わんかったっけ。あれ ?2 回目に操作した時って買わんかったっけ。
飲み物買ってなかった。水道水がある。水道水。はよはよ。水道水。苦しい。あー、デッドエニューワイ。飲み物買ってなかったっけ。はははは。わ、リアリティな絵。ワンチャンなんか金田一少年の事件簿にできそうな感じのタッチの絵。よっしゃ、買い物し直すぞお前。ね、いちごジャムを食ったら喉が詰まるってことやっけん、これ飲み物と一緒に買っとったら大丈夫なんだろうけど、もういいや、いちごジャムは今回はいいや。丹下のこれ、これを買うでしょ。こっちは買えるんだったな。そういや、スパゲッティが買えるのであって、こっちは海苔弁を買えるんだったな。で、別にさ、飲み物はイチゴジャム買ってね、買っとんだったら一緒に買っとった方がいいって話で、多分単体で買っても意味ないんだろうけど、まあ買っとこうかな。よっしゃ、これでお会計じゃ。のり弁。ペヤングってどうにかして買えるんかな、これ。ペヤング、買うこと勧められたらなんかさ、うえーってなったんやけど、これどうにかして買えるんかな、これ。どうしようかな。まあ、これやな。のり弁を食べることにしました。コンビニのお弁当で美味しいかも。これなら自炊しなくてもいいかな。今後コンビニ365日コンビニの弁当だけで過ごしていこうとしようと考え始めたらお前なんで。ダメだよね、お金もかかるし、ちゃんと自炊しなきゃ。そうだよ、そうだ、何物も出さなきゃ。ちゃんと買ったからな今回は。レモンティーあった、レモンティー大好き。こうしてランクは夕食に満足したのでした。どうしよう、お風呂はダメなんだろう。あ、それとももしかしたらもうお風呂行ける？あ、でも食べ物を食べたからさっきおトイレに行きたいな。セーブ、これでおトイレに行きたいな。とりあえずおトイレ行こうっと。そういえば私今日はおトイレに行ってませんでした。マジか。中身のガード別にいらんけどね。あ、そうなんじゃってぐらいに聞き逃しとくね。よっしゃ、ランカはおもむろに便座に腰を下ろしました。熱っ、便座が異様に熱を持っていまして、予想外の温度が、高温がランカのお尻を襲います。それはランカにとってあまりにも突然の出来事でした。マジかー。心臓麻痺、温水洗浄便座が異常に熱かったり冷たかったり、水温がめっちゃ高く設定されたりしますよね。びっくりするから家ずらずらしたらダメ。ごめんな、もしかしたらパート1で1いったんが悪かったな。それにしてもお尻を焼かれて死ぬ女の子ってすごい嫌やな。多分さ、トイレに行くを選んでさ、やり直、あの、温度のところをやり直させてくれんかったあたりさ、トイレに行かんでも、実は別に行けたみたいな。トイレに行くって選択肢選ばずに、ちょっと横になるでさ、もう選択終了になるんだと思うんで、お風呂に行こうよ。多分もうお風呂に行けるぞみんな。やったねみんな。童貞のみんな、とうとう時間が遅くなってしまったけど、お待たせ。行くよ。それじゃあこの部屋で初めてのお風呂に入ってみようかな。おおおお、この BGM は、おおおお、この辺はやったよ、さっきこの辺はやったけん飛ばすよ、飛ばせばいいよね。うん、どんどん飛ばすよ。あっ、くそ、一度ならず二度までも童貞の男をたぶらかしてくるのかお前は。心を踏みじりやがって。そう、横になるしかないんか。今日はいろんなことがありました。ちょっと横になって休みたい気分かも。え、そのまま横になって風呂に入らないとかそういうのはやめて、いろんな意味で。あー、朝になった。
マジかね、君。あれ？気づいた時にはすでに部屋の中は明るくて、ほんの一瞬のつもりが私ってばぐすり寝ちゃったんだ。あー、ドジッコっぷりがアピールされている。ランクちゃんのドジッコっぷりがアピールされている。やっぱりこの子はドジッコ。今って何時だろう。まさかもうとっくに時間過ぎてる。初日から大近く。ムンクの叫びだ。略してランクの叫びだね、これは。ランクの叫び。寝過ごし。大事な用事があるときに限って寝過ごしてしまうことありますよね。目覚めた瞬間に胸のあたりがキューってなります。心臓に悪いです。だからって死ぬことはないでしょう。ああ、選択できるんだよ、これ。あ、なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。戻ってやり直す必要とかなかったんだ。便座、つまり、中ぐらいにしとかなあかんのじゃ、これ。便座、水温も中ぐらいにしとこうか。俺、高いにしたな、確か。そういや。高いに設定したな。なるほど。あ、怖い。あ、怖い。セーブしとこうか。ああ。よっしゃ。温度中ぐらいにしとけん、これでいいでしょう。そして、ことを済ませました。こうして、ランクは初めての一人暮らしの夜を過ごしたのでした。そろそろお風呂に入りたくてね。見てこよーっと。そう、来たー。来たよ、みんな。2回もフェイントかけてごめんね。3度目の正直が来ましたよ。おっと、あれ？もうお湯が入ってる。あっ、イエーイ。お風呂が、誰が入れてきたか知らないけど、お風呂にお湯が入ってますね。よっしゃ。みんな、待望だぞ。お待たせ。では、行くよ、みんな。はい。お風呂、入っちゃおう。ランカは即座に裸になって、いきなりお風呂に入ることにしました。大胆。ネキッドガール。ぬるいよ。ぬるかった。ランカはぬるいお湯に浸かりながら考えました。そして思い出します。ランカが出かける前にボタンを押してしまい、それで湯船にお湯が溜まったのでしょう。なのでゆるくて当然なのです。ちゃんと確認してから入ればよかったな。あ、入ったんじゃ。結局入りましたんじゃ。あ、ぬるいならぬるいで入りましたんじゃ。ごめんな、ランカちゃん。ゆるいお湯に入らせてしまった。でも、そのバスタオル姿は、実によろしいですよ。でもやっぱり、俺、今日一日使えてランカちゃんのために、あったかいお風呂に入れてあげたいので、まずは手に、お湯に手を入れてみます。どうしてお湯が入ってるんだろう。ランカは軽く腕まくりをして手に手を入れてみました。あれ、すごくぬるい。もしかして出かける前に給油ボタンを押しちゃったのかな。ランカは置いてきバクテンを押しました。あ、これでいいんやね。こうしてお風呂の準備ができるまでの間、ランカは部屋でくつろいでいたのでした。いやー、来た。みんなまた来たよ。まだ来たよ、みんな。おお、焼き付けとけ。みんな目に焼き付けとけ。まだ見慣れないせいかな、自分のお家のお風呂じゃないみたいで。思わずランカは浴槽で一人周囲をキョロキョロと見渡します。大丈夫、誰も見てないからね。いっそのことタオル外そうか。ですが、やがて普段通り入浴を楽しむのでした。わー、いいのかな。 YouTube 的にこれ大丈夫かな。よし、歌でしとくか。私、今までと違う部屋で一息なんだ。そう思うとちょっと不安もあるけれど、
なぜ卒業進めをやった今なぜ俺創作進めをやったああ素晴らしい、素晴らしいですね。サムネこれ決定ね。これからたくさんの人に出会ってきて、きっと素敵な学園生活を送れる、そんな予感がしていますその裸の姿でそれ言われたらなんか胸にドキドキます。戻ってきました。やったぜみんな、やったぜみんな、視聴者のみんな。おー、セーブにもタオル一丁の姿のランカちゃん、よろしい、実によろしい。ふふふふ。あー、パジャマ姿まで至れり尽くせり。よかったねみんな、この動画をここまで見てくれて見てよかったねみんな。よかったよかった、俺もよかった。明日の準備もしたいし、あとはそうだ、目覚まし時計をセットしなきゃね嫌な予感がする。アラームをセットする時計を選んでください。ランカは高級目覚まし時計を手に取り、アラームをセットし始めました。7時にセットしてば置けばいいかな。あー、なぜもうなる、いやー、ランクが手元の操作を誤ったのか、それともなんかの偶然でしょうか。高級目覚まし時計から突然に爆音が鳴り響きました。あー、やっぱりやっぱりそう思って買ったまま分かったけどね。爆弾みたいな感じでやめろお前目覚まし時計をセットしているときになぜか急になり始めちゃったりすることありますよね。すごくびっくりします。驚いちゃったな、もうランカちゃんの場合は驚いちゃったな、もうで済まされるレベルじゃないからね君。